二足二輪人間元はい、今日はここから出発します。ワリー市長、じゃあワリー市長から東向いて歩いていきます。今日はこの柳生の方へ行きます。こっちをこう来てこの道を行くんですね。車が来たのでね、山の入り口。よし、気合い入れていかんと。本格的になってる。今日は一応ちょっと足元が悪いので、一応こうやってトレッキングシューズ履いてきてるよ。どこなんやったっけ？どこなんやったっけ？これコロンビア？コロンビアか。ん？コロンビア。コロンビア。ね。割と軽い。軽いな。うん。なんかモデル名とか忘れたけど。寝ぼとけ。どこにいてある？どこにいてはるの？これの、この辺？あ、寝てはった。え、これちゃう？寝てはる？あー、寝てる寝てる。わかるかな？あー、寝てはる。寝てはるな。寝てはるな。左が頭で。うん。ほうほうほう、寝てはるわ。うん、落ちてきて寝はった。落ちてきてね。ここになんか字がある。それあれちゃう？家紋じゃなくて。家紋じゃない？盆字？盆字？家紋って何？こんなとこ家紋本の仏さんに家紋はないな。盆地っぽいよな。夕日かんの。どれどれやろ。あれ遠い。 あんな上、あれはわからん。あんな上や。うん、3体いてはんねんな、あれ。そう、わかりにくいな。うん、どれ。あ、上です。はいはい、3体。4体 ?3 体じゃない？ 4 体だよ。2個。なんかあれがさ、あの、もう1体やったら、4体やったらさ、なんかほら、バランスは悪い。え、ダンスチーム見たとなってたから、なんか、ダンスチームって何？ほら、並びがさ、ダンスチームって何？観音寺みたいな。すっごい見て、これめちゃめちゃ筆っかい。ぶっ倒れてる。うお、すごい根っこ。よいしょ。首切り地蔵に到着。え、地蔵ちゃん、首切り地蔵。これは柳生十兵衛が切ったと。いや、なんか荒木また梅もん、また絵もん、また絵もん、試し切り、試し、悪いやっちゃな。すごいな、でも試し切りで綺麗に切れるってありえる？炭治郎とそいつぐらいやろな、切れんの。炭治郎って首切り地蔵から左へこっちの道に進みます。この道はなんなら観光バスも通れる道らしいよ。そうなん、うん、この左のな。怖い。舗装こそされてないけど、うん、昔奈良交通がさ、あの天井のない観光バスで、天井のない観光バス、うん、この周遊バスかなんか走らせてたっていう。へー。ではこの石畳の方の道を行こう。疲れた。広い道に出てきた。ヤギを13。若半分来た。まだ半分来たかな。まだかな。いや、まだまだもうちょっとある。距離的には結構あるからまだ。まあでも上りはここまでじゃん。せやね。
ですって。え？回りたいね。あ、こんな感じ。あ、タコ似てはる。あ、こっちにも。あ、こっちにも。お顔はでもちょっとわからないけど。取れてる。うん、もうでもこっちも、こっちも髪にも。痛んでしまう。もうだいぶ痛んではる。立ってる。立ってはる。なんかちょっと仁王像っぽい感じ。そんな感じやな。仁王さんっぽい。仁王さんみたいな。あの足元に感じる。うん。守ってはるってことかな。ってことにこっちにもいたはる。右にもいてはったんちゃう。ほらなんか下にあるやん。なんかのハスの、あれハスじゃないな。ハスかな。ハスはお釈迦さんか。なんかでもあるよね。ある。ちょっとわかんない。やっぱり守ってはる。左右でな。おそらくそうじゃないか。思いのほかすごかった。うん、今日一すごい。では戻ります。おやつ。よくしょ。おやつ、うん、ファミリーマートのサクサク食感コーンポタージュ。はい、おやつも食べたし。はい、食べた。では行きますか。行きますか、はい。今度はウグイスの滝。まず。そしてとっても寒い。寒いな。うん。寒い。多分この原始林やから。ここ？さっきのとこじゃなくて。うん、さっきのとこじゃなかったな。適当やな。これを右へ。ウグイスの滝。0.7 キロ。ここでずっと行きます。行って、またこっちに戻ってこなかったね。百度石。お百度参りってこと？お百度石があるってことは。こっちから始まるの？多分。これ鐘楼やな、ほら鐘。あ、ほんまや。鐘がある。随分荒れてんな。うん、そうやろな。あ、あの奥にあったんだ建物。こうやってなくなっていくんだね。このあれやろ、若草山も幸福寺の持ち物やろ。あ、そうなん、知らん。やったと思うけど、ちゃうか、あれ間違ってたし、まへん。昔お祭りがあったんだろうか。そういうことじゃなくよ、あのお祭りしって書いたの、お祭りがあったっていう意味じゃないよ。あ、そういうお祭りか。あ、わかった。そういうことね、お祭りしって、お祭りしって。そうそう、お祭りを知ってたわけじゃない。笑うわ。あ、これほどあるねんで。これ？うん。これ？これです。はい、ウグイスの滝到着。うん。うん。あー、到着。
さあ、じゃあ戻ろって。はい。戻って、あとは。次は若草山かな。せやな。さっき休憩したところを、これを右。今が、現在地ここ、2キロちょっとだ。あ、うん、若草山まで。頑張りましょう。すごい桜これ。でっか。すごいなこれ。きいやいやすごいよ。別れ道。右に行くと若草山。そう、これを右に行くと若草山山頂。山頂。で、あの正面に見えてるのが駐車場。駐車場ね。そしてこれが交番。あ、これやな。うん。交番いたもんね。よし、じゃあ若草山山頂へ都合。綺麗になってない？綺麗になってるね。うん。こんな、あ、なんか霞んでるな、今日。すごいな、これ。はい、では交番のとこまで戻ってきて、今度はこっちに下って、春日大社、東照大寺の方に降りていく道で帰ります。疲れた。疲れた。まだあるで、こっから。こっから春日大社まで3キロ結構ありますね。そっちのことです。うん、猿の腰掛け聞いたことない。ある。椅子みたいにこう。そうそう、なんかそうそう。猿の腰掛けやすいって言うけど、あれそうなんだ。うん。見える？あ、見えへん。右行ったら若草山のあれか、入り口か。入り口や。これあっちで、あっち行ったら若草山のふもとに行くで、ね、なんでこれを下こっち行くと。春日大社。こう下に下って、東大寺の南大門、南大門方面。お、どうした？お、どうした？おい。かわいらしい。ちっちゃいな。ちっちゃいな。最高。東大寺南大門まで下ります。あともう少し。赤い橋を渡って向こうに行くと春日大社で東大寺の門前まで帰ってきました。信号待ってるのか。食べる待ってるの。東大寺大仏殿。
国立博物館、あのバス停から、近鉄奈良駅まで、バスに乗ってもいいですし、このまま歩いて近鉄奈良駅まで行ってもいい。そうなんです、大した距離ではないです。というわけで、今回の動画は、ここまでで終了にします。休憩所があります。使い方はこれまでください。マジでする？あ、ほんまや。最後に言ったのなんですけれども、ちょっとちょうど日も抜けたのが、あの違いだったら入れるんで、それを見てた。あれ？桜切られてる。いや、このな、左だからもっと下まで、ザーッ、すごかったのよ、この木。前な。代わりにこちらのちょっと小さい方。よいしょ。しゃあない。帰ろう。